はい、関口織城さんの昭和で21センチです。お願いします。はい、これも顔が特徴的な、昭和です。顔が抜けてますね。右がこちら側に非番、反対側に墨があり、非常に特徴的な昭和です。こういう特徴的な昭和でしたら、夏場の途中経過など池のポンプを止めた時にですね、狙ってくれるんじゃないでしょうか。今現在このように墨が手の方に走っているように見えますが、これは今のこの春先だけの現象じゃないでしょうかね。別に特に尾っぽの方まで全部黒いわけでも、背びれも手の先まで黒いわけではありません。手の先まで真っ黒になってしまいますと、なかなか戻らないことがあります。しかしながらまだこれ半分、そして尾っぽも半分で止まってますのでね、こういったものは逆に締まってくることによって、秋に仕上がることもありますのでね、そういったこともご想像しながら、どの鯉かですね、決めていただいて飼育コンテストチャレンジしていただきたいなと思います。はい、綺麗な紅ですね。はい、どちらかというと赤いというよりかオレンジタイプのベニスです。サイドです。中の方ですね。はい、アップしてください。はい、いかがでしょうか。サイズの方が21センチになります。ぜひよろしくお願いいたします。